愛らしい表情や動きで人気のカワウソ。一番人気があるのはどのカワウソなのか。日本一のカワウソを決めるカワウソ王選挙を牧野さんがリポートします。先月、琉球大学によって38年ぶりに国内で野生のカワウソの生息が確認されました。注目の集まるカワウソにさらなる光を当てようと、全国各地の水族館や動物園が立ち上がりました。その名もカワウソ選挙。初開催のこの選挙には全国36施設から84頭のカワウソが立候補し、インターネット上で人気投票を行います。出てきました。今からお散歩するみたいです。ちっちゃくてかわいい。各候補者たちは選挙で1位を目指すべく、お客さんに可愛さを猛アピールです。注目候補者は豊島区のサンシャイン水族館から立候補したオスのヤマト、4歳です。こっち向いて、こっち向いて。あ、可愛い。緊張してるのかな。あ、キューって泣いてる。可愛い。キャッチコピーはあざとさ 100%、 すべてが計算。カメラ目線、カメラ慣れしてますので、ね、カメラ目線も、ね、お得意です。カメラを向けると潤んだ瞳で可愛らしい表情を見せ、お客さんの心をつかんで離さないのだとか。あっという間にこの人だかり。この日も多くのお客さんがヤマトの後ろを追いかけます。可愛いなって言ったところがきっかけになって、その動物そのものの生態ですとか、そういったところまで興味が及ぶように、なったらいいかなっていうのは、そういった思いもありますね。はい。ちなみに鈴木さんも1日1票してるんですか？はい、午前やってます。はい、はい、どの子に投票してるかは内緒ですけれども、はい、人気ナンバーワンに輝いたカワウソにはオリジナルトロフィーが授与されるとあって、各候補者たちもやる気満々。投票は特設サイトで来月9日まで、スマートフォンやパソコンから行います。カワウソたちの可愛くも激しい選挙戦の火蓋が切られました。